幅のりは、褐層綱カヤモノリ目、カヤモノリ科西洋幅のり属に分類される一年生の海藻である。日本のほぼ全域の外洋に面した海岸の潮間帯によく見られる。秋に遊走枝が岩などに着床し、晩秋に発芽、冬から春にかけて生育し、長さ15から25センチメートル、幅 1.5 から5センチメートルくらいの緑色を帯びた、黄褐色から赤褐色のヘラ型の海藻になる。藻体は膜質で葉状。初夏から夏に水温が上昇すると成熟し、外洋に流されて一生を終える。押し葉標本は台紙によく接着する。近縁種に西洋ハバノリがあり、これがハバノリとして販売されている場合もある。本種はハバノリよりもやや大きく、食味は区別がつかない。両種は形態的にも中間的な形質の個体が見つかっており、検討が必要とされている。ハバノリを冬から春にかけて採集し、2センチメートルくらいに刻んですのこに並べ、天日で乾燥したものが、ハバ、または、ハンバと呼ばれる食品である。名前が、ハバをきかすに通じることから、地域によっては、正月などに縁起物として供される。商品として販売されているものは、浅草のりよりはやや面積が大きく、硬さがある。香味は、浅草のりと昆布の香りを足して2で割り、それに、磯臭さを加えたようで、独特の苦味とえぐみがあり、塩辛みが、やや強い。本来は、海辺の村の婦人などが、冬から、春の大潮の時に採集し、浅草のりの代用品として、自家用に生産、消費されたものであった。家庭で作られたものは、凸凹で隙間も多く、いかにも田舎っぽく、やぼったい食い物とされていた。しかし現在は、その素朴さが買われ、1枚数百円から1000円以上の高級食材となっている。生産量も少なく大部分が地元の消費であり、流通も採取時期以外は少ない。千葉県東部特に山武郡市では、お正月の雑煮に欠かせない食材である。暮れのうちに作っておいただし汁を沸騰させ醤油で味付けし、焼いた切り餅を入れて、雑煮を作り、揉んで、細かく砕いたハバノリを、たっぷりかけて食べる。正月三が日は、女性は台所に入らず、雑煮は、男が作るので簡単になっているのである。ハバノリだけでなく鰹節の削り節を混ぜることが多く、昨今は、ハバノリが高価であるため、青のりを混ぜることもある。派生として、ご飯にかけて、少し醤油を注いで、食べたり、握り飯や餅に貼り付けて食べる方法もある。そのまま酒のつまみにする人もいる。神奈川県西部の特に、湯河原町や真鶴町では、2月頃の寒い時期に、町内の各店先やイベント会場などで販売される。A4 サイズで1500円前後と、高価な食材ではあるが、主に火でよく炙った後、ご飯の上に揉んで、細かく砕き鰹節と醤油をかけて食べられる。この地域では、味噌汁の具材などに使われたりするが、地元の人々からも、邪道と言われることがある。自家消費のほか近所への贈答としても用いられ地域の結びつきを強めるための品としての意味合いもある。ありがとうございます。